皆さんこんにちは。尾張朝日市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。夏もいよいよ本番ですね。皆さんは夏祭りや盆踊りにはもう参加されましたか？尾張朝日市でもたくさんの盆踊り大会などが開催されますので、私もぜひどこか参加してみたいなと思っています。さて今回は10月から尾張朝日市の子育てや保育を手助けする保育コーディネーターについて、子ども課の稲留さんにお話を伺います。稲留さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。保育コーディネーターという言葉、なかなか聞き慣れないんですが、どういったお仕事なんですか？はい、保育コーディネーターの業務は、保育園を希望しても入園できない待機児童の解消や、個々の保育のニーズに即した対応で子育て不安を解消することを目的としています。保護者一人一人と対話しながら、その人に合った保育サービスを紹介することが主な業務です。子育て支援を専門的に行うんですね。こういった保育コーディネーターが設置されることになった経緯について教えてください。はい、全国で多くの待機児童が発生し、社会問題となっています。今や待機児童対策は国の施策の中でも重要なものとなっています。本市でも待機児童が発生しています。これを解消し、みんなで支え合う健康のまちづくりを推進するため、本年度の新規重点事業として保育コーディネーターを設置することになりました。市でも特に力を入れている事業なんですね。でも稲留さん、これまでにも市の担当の方がそういった子育てに関する相談ごとには対応されてきたと思うんですが、保育コーディネーターに相談するというのはまた違ってくるんですか？はい、違います。保育コーディネーターは保育サービスに特化して情報収集を行います。今までは細かく紹介できていなかった認可外保育所、幼稚園などの入所状況や保育サービスを把握し、情報提供を行う予定です。また保育に関する相談を専門としていますので、保護者の個々の要望や不安に応じてきめ細かな対応ができ、積極的なサービスの提案提供ができることが大きな特徴です。積極的なサービスの提案提供ですか。子育て真っ盛りの保護者の皆さんにとってはとてもありがたい存在になりますよね。どこで相談することができますか？保育コーディネーターは市役所子ども課保育係に配属されていますので、窓口や電話等で相談できます。課長さん、今日は保育コーディネーターの奥村さんを紹介します。はい、こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。保育コーディネーターの奥村です。私も子育て頑張ってますので、皆さんの身近な存在に感じてもらえると思います。保育に関するお困りごとなどありましたら、気軽に相談に来てくださいね。心強いですね。奥村さんのような素敵な笑顔の方でしたら、とても安心して相談できそうですよね。奥村さん、ぜひ子育て世代の強い味方になってくださいね。稲留さん、では最後にお問い合わせ先を教えてください。はい、お問い合わせは市役所子ども課保育係、電話番号 76-8147 へお願いします。稲留さん、奥村さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて尾張朝日市からのお知らせやイベント情報をお届けする尾張朝日ホットニュースです。今回は石川県輪島市白米千枚田で稲刈り体験を行うバスツアーについて、名古屋産業大学の加藤さんにご紹介いただきます。それでは加藤さん、よろしくお願いします。こんにちは、名古屋産業大学3年生の加藤です。私は3ヶ月の長期インターンシップに参加し、尾張朝日市役所産業課で行政の仕事を学んでいます。3ヶ月のインターンシップということで、最初は長いかなと思ってたんですけど、貴重な体験などがいっぱいあったので、これからの人生に役に立てれるように頑張っていきたいと思います。さて、本市は石川県輪島市との間に、一方が大地震や大雨などの災害に見舞われた場合には他方で支援を行えるようにと協定を締結しており、これをきっかけに地域間交流を図っています。その輪島市にある白米千枚田をご存知でしょうか。
能登半島の北部に位置し、日本海に臨む崖地に作られた1004枚の棚田です。素晴らしい景観が楽しめる観光スポットでもあるんです。白米千枚田では棚田の保全を図るため会費を負担して稲作を体験できるオーナー制度があり、本市もその一会員としてマイ田んぼを持っています。今回は5月の田植えに引き続き現地で稲刈りを行うツアーの参加者を募集します。9月20日土曜日から21日日曜日までの1泊2日のバスツアーです。名鉄瀬戸線尾張旭駅北口から貸切バスで出発し、途中合掌造りで有名な世界遺産の白川郷を見学後、輪島市のホテルで1泊、翌日は日本三大朝市の一つ輪島朝市を各自見学した後、白米千枚田に移動し稲刈り体験を行います。詳しい工程は市のホームページをご覧ください。どなたでも参加できますが、中学生以下は保護者の同伴が必要です。定員は40人で、申し込み多数の場合は市内在住の方を優先します。なお申し込みが20人未満の場合は開催しませんのでご了承ください。費用は朝食付き、宿泊費としてシングル7100円、ツインの場合は14800円が必要なほか、食事代が実費負担となります。申し込み方法は8月8日金曜日の午後5時までに申し込み書を直接郵送、ファックス、E メールのいずれかで産業課に提出、定員を超えた場合は抽選を行います。なおお子さん連れや特に高齢の方などが参加する場合はバスでの移動が長時間であり、稲刈り作業は結構な重労働になることを考慮してください。問い合わせは市役所産業課商工係、電話番号は 76-8132 へお願いします。それでは皆さんのご参加をお待ちしています。絶景の棚田で海を眺めながらの稲刈り体験、素敵ですね。白川郷や輪島朝市の見学もツアーの魅力ですよね。ぜひ参加してみてください。では引き続き尾張朝日ホットニュースをお送りします。朝ピー子ども読書通帳。子どもに読書の楽しさを知ってもらうために、読書や読み聞かせの記録を残すことができる読書通帳を配布します。自分で読んだり読んでもらったりした本の記録を読書通帳に残すことで、知識や感動を貯めることができます。100冊分の記録で読書通帳1冊が満期になります。満期になると記念品をお渡しいたします。対象は市内在住、在学、在園で小学生以下の方。配布開始日は7月15日、記念品引き換え開始日は11月1日土曜日です。市内在学在園の方は通っている小学校、保育園、幼稚園で配布します。それ以外の方は図書館で配布します。問い合わせは図書館、電話番号 54-5544 へお願いします。電気自動車の充電設備を新設します。8月1日金曜日から市役所駐車場内ゆったり駐車スペースで電気自動車の充電設備を一般開放します。利用時間は市役所閉庁日を除く午前8時30分から午後5時までで、1回1時間に限ります。市役所案内で受付、運転免許証による本人確認後、充電設備の鍵をお渡しします。問い合わせは市役所行政課行政係、電話番号 76-8111 へお願いします。皆さん、7月15日号の朝ちゃんはいかがでしたか。8月1日号はご覧の内容を放送する予定です。それでは次回もお楽しみに。さようなら。